るさ。どうせだったら遠吠えだっていいだろう。もう一回もう一回行こうぜ、僕らの声上がるさ。ずっと前から聞こえてた、いつかポケットに隠した声が。ふぅ、はい、こんばんは、米津玄師です。今日は前回やった小室進行ですね、 Am-FGC というコード進行ですね。この曲で弾ける曲3選ということでやってきます。では始めていきましょう。はい、ではまず最初の Am ですが、 Am は左手はラ、右手はラドミですね。 Am 次は F、 左手がファ、右手はファラドですね。で次 G は一個ずつ右にずれて、左手がソ、右手はソシレですね。で最後 C は左手がド、右手はソドミですね。なのでこれの繰り返しですね。 Am-FGC Am-FGC。 Get one and done、 一人ではってことですね。これで他の3曲が歌えますので練習していきましょう。さよなら、君の声を抱いて歩いてゆく。ああ、僕のままでどこまで届くだろう。はい、今日は3曲紹介しましたが、まず1曲目はスピッツの楓ですね。スピッツの19作目のシングルで、1998年の7月7日にリリースされています。スピッツには珍しくピアノから始まる曲ですね。とても綺麗な曲だと思います。スピッツは YouTube でオフィシャルのチャンネルを持っていまして、視聴回数を確認したところ、1位はロビンソンで 1.1 億回でした。もう1000万が 0.1 億と表されているので、桁が違うというのはこういうことですね。2位はチェリーで7300万回、3位は空も飛べるはずの6350万回でした。そして4位がこの楓でしたね、4900万回でした。まあ、1位から3位っていうのはスピッツの三大有名曲だと思いますが、その次にこの曲が入ってきたので、意外とやっぱり人気な曲なんですね。いやー、やっぱりスピッツっていいですよね。なんかわざとらしい誇張がないですし、さらっとした曲が多いと思うんですが、なんか心に残るというか、そしていい意味で時代感がないというか、なんか今聴いても古臭さを感じないですよね。はい、次2曲目なんですけど、2曲目は H ジャングル with T の Over Tonight、 時には起こせよムーブメントですね。この曲は1995年の3月15日にリリースされており、200万枚以上のセールスを記録しました。この曲はまさしくサビが小室さんによる小室進行の曲ですね。この曲は当時ノリに乗っていたダウンタウンの浜田さんと小室さんがタッグを組んだ曲ですね。まあ始まりはダウンタウンが司会をしていた音楽番組ヘイヘイヘイで、浜ちゃんが軽いノリで小室さんに楽曲提供を依頼したことから始まりましたね。でもすごいですよね。軽いノリで200万枚売れちゃうわけですからね。ただこの曲がそんなに売れたのは、やっぱり勢いだけじゃなくて曲の良さが大きいと思いますね。
歌詞もただのラブソングじゃなく、毎日忙しく頑張ってる人への応援歌みたいなところがあって、現代の社畜どもにもこの曲は響くと思いますね。また、ただ頑張れと押し付けがましく言ってるわけではなく、さりげなく寄り添ってくれるような感じで、この歌の主人公はいいやつですよね。まあ、後半部分は主人公の強い意志みたいなのも感じられますよね。曲構成としては、前半部分は静かに始まりますよね。ちょっとレゲエっぽい感じなんですかね。そしてちょっと長めの感想を挟んで、後半部分に入るんですが、盛り上がっていく感じがいいですよね。小室哲哉さんのアレンジャーとしての手腕やセンスを感じられますね。前半部分ではただの A メロだったところが、後半部分はサビであるかのような感じがしますよね。最初のたまにはこうして肩を並べて飲んでっていうところと、最後の流れる景色を必ず毎晩見ているっていうところは、メロディーは同じなのですが、なんかアレンジのおかげで全く違う印象を持ちますよね。やっぱり小室さんはすごいですね。そして決して歌が上手いとは言えない浜ちゃんに合った楽曲を提供するというプロデューサーとしてのセンスもすごいですよね。まあ長くなりましたが、以上が Over Tonight 時には起こせよムーブメントの紹介でした。僕もムーブメントを起こしたいですね。最後3曲目は米津玄師のルーザーですね。これは2016年9月にリリースされた曲でですね、まあ米津玄師の YouTube のチャンネルに行ってみたのですが、すごいですね。このルーザーという曲は 2.3 億回再生されてます。僕のチャンネルのトータルの再生回数は今のところ1万5000回なので、桁が4つ以上違いますね。一番有名曲レモンは 5.3 億回でしたね。チャンネル登録者数は480万人でした。まあ米津玄師さんはすごいですね。才能の塊みたいな人ですよね。まあ、音楽の才能は言うまでもないし、ダンスもすごく上手いですよね。まあこれからも注目していきたいと思います。以上が小室進行で弾ける曲3選でした。皆さん弾けるようになりましたか？うん、弾けるようになったよ。でもいつも同じような伴奏でちょっと飽きちゃった。そうですか。では新しい伴奏の弾き方をちょっと練習してみましょう。はい、ではまず最初の Am なんですが、今までラドミはいっぺんに弾いてたんですけども、これを分散させて、最初は最初のとはドとミだけ、その次に親指でラって感じですね。タン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 っていう風にちょっと分けてみましょう。次の F、ファラドも同じで、ラとドを最初に弾いて、その次に親指。これを繰り返す。今までこうやって弾いてたところを、こういう風に。で、G も一緒ですね、ソシレ。この右の2本指が最初に弾いて、親指で。こんな感じですね。で、最後、C はソドミですけど、最初ドミだけ最初に弾いて、親指でソを弾く。こんな感じですね。続けると、一緒ですね。左手はもう今まで通りファーファーソードですね。で一緒にやっていくとこんな感じです。さよなら。って感じですね。さよなら。
今回の講座は以上でした。最後まで視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。